水戸高門本校では TBS において放送された日本の時代劇、水戸講門のうち、里見光太郎が主演で放送していたシリーズ中、2002年から2008年にかけて、パナソニックドラマシアターに枠明快賞前のナショナル劇場枠で放送された、第31部から第38部までの各部について記述する。 放送日は TBS 及び同時ネット局を基準とし、レギュラー、準レギュラーの経験があるゲストは太字で表記する。出演者の芸名は、現在の芸名で記載しているため、出演時と異なる場合がある。水戸コ門第31部は2002年10月14日から2003年3月24日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、CNL。 全22話。ストーリー幕府の財政改革の手がかりを探すため、一行は、天下の金が集まる大阪を目指し旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、水戸コ門第32部は2003年7月28日から12月8日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、CNL。全員17話。ストーリー。 加賀藩の四次問題を解決するため、一行は、金沢へ旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、水戸高門旋回記念スペシャルは2003年12月15日に、放映された3時間スペシャル時代劇。制作は、CAL。立ち寄り先は、水戸江戸箱根大井川浜中岡崎桑名、京島原伏見徳島。 鹿児島ストーリー江戸で旗本と町衆の喧嘩を調停した三つには、薩摩藩の不正を究明するため旅立つ。キャストスタッフ解説、水戸高門第33部は2004年4月12日から9月20日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、CNL。全22話。ストーリー爆布転覆を企む再開屋の野望を、 阻止するため、一行は、鳥取へ旅立つ。キャストメインレギュラー順レギュラースタッフ工程解説、水戸コ門第34部は2005年1月10日から2005年6月6日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は c、c n l 全20話。ストーリー、仙台藩の四次騒動を解決するため、一行は旅立つ。キャストメインレギュラー順 レギュラースタッフ工定解説、水戸黄門第35部は2005年10月10日から2006年3月6日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、CL。全20話。ストーリー実施である、高松藩主、松平より常にかけられた無本の権威を晴らした、三つ国は、この騒動の原因となった闇の布袋一派の、 野望を粉砕するため、長崎へと旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、ミ戸コ門モンナショナル劇場50周年、記念特別企画スペシャルは2006年3月13日に、放映された2時間スペシャル時代劇。制作は、CAL。ストーリー将軍、綱吉のおいで、直将軍と目されている、甲府最章。 津波よの狙撃事件の真相を究明するため、一行は、事件後江戸屋敷にこもっていた津波よと共に、甲府へと旅立つ。キャストスタッフ解説、水戸公文第36部は2006年7月24日から12月18日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、CL。全20話。ストーリー、加賀藩に嫁いだ。 三国の姉、名香る意味より、孫の利休と京都諸次第の娘、菊姫の婚礼が行われることを報された三国は、それに出席するため金沢を目的地に、諸国万有の旅に出る。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、水戸公文第37部は2007年4月9日から9月17日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ、 制作は、CAL。全23話。ストーリー立林で起こった、将軍、綱吉の娯楽院騒動を収めた一行は、騒動の原因となった越後高田へと向かう。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工程解説、水戸高門第三第38部は2008年1月7日から6月30日まで、TBS で放送されたナショナル劇場のドラマ。制作は、 CAL, 全24話。ストーリー、瀬戸内海に隣接する、花咲藩と赤津藩の合併騒動を収めるため、一行は旅立つ。キャストメインレギュラー順、レギュラースタッフ工定解説。ありがとうございます。